永遠平和のためには1795年にイマヌエル・カントによって表された政治哲学の著作である。副題は一哲学的考察。本書はフランスとプロイゼンがバーゼルの和訳を締結した1795年にケイニヒスベルクで出版された。バーゼルの和訳は将来の戦争を防止することではなく、 戦争の戦果を調整する一時的な講和条約に過ぎなかった。このような条約では永遠の平和の樹立には不完全であると考えた場合、カントには永遠平和の実現可能性を示す具体的な計画を示すことが求められる。本書はこのような平和の問題が論考されている。出版の翌百7 9 6年には第二補説を含めた 増補版が発表されている。本書の冒頭で、永遠平和のためにという標語が、オランダの食堂宿にあった墓場の絵が描かれた看板に由来することを示し、それが人類一般に打倒するのか、決して戦争を止めようとしない、国家元首らに打倒するのか、あるいは甘い夢を見る哲学者のみに打倒するのかは、未定としようと書き、当時の現状を、風刺的。 会議主義的に批判している。本書の内容は永遠平和を確立するための予備条項と確定条項から構成されている。予備条約の章では将来戦争を留保した講和条約、買収、贈与などによる国家の取得、常備軍の維持増強、政策戦争のための国際発行、諸外国に対する軍事的な内政干渉、外国に対する相互信頼を不可能とする行為。 以上を禁止するための条項が列挙されている。これら予備条項は平和をもたらすための準備的な段階であり、確定条項では具体的な平和の条件が示される。確定条項では各国の政治体制が共和制であること、また国際法は諸国家の連合体に基づくこと、世界市民法が有効をもたらす条件に限定されなければならないことが定められている。 予備条項の中でも、常備軍の全敗を示した第三条項は特に興味、深い構想である。常備軍の存在そのものが諸外国に対して戦争の恐怖を与え、従って無制限な軍備拡張競争が発生する。そしてその軍拡によって、国内経済は圧迫されるとその状態自体が攻撃の動機となる。つまり、常備軍は時期と共に全敗されなければならないと。 カントは考える。また国家が軍事行動のために人員を雇用することは人間の権利に反しており、国家は戦争のために国民を手段としてはならない。ただし国民が自発的に軍事的な教育訓練を実践して外敵に対する自衛手段を確保することについてはカントは認めている。確定条項でカントは共和制の国家体制について述べているが、 ここでの共和体制とは事実上の体制ではなく自由と平等の権利が認められた国民が代表性にのっとりながら統治に参加している理念としての政治体制である。つまり共和体制において国民は戦争の苦難を忌避するために改戦に同意しないとカントは考えたのである。同様の理由で共和的な国際連合の枠組みを樹立することで世界共和国を形成すれば 平和を維持することが可能であると考えられる。最後の文末は、たとえ無限に先に進んでいく、接近の中のみであるとしても、広報の状態を実現することが義務であり、同時にその根拠である希望が現存するならが、従来呼ばれていた平和締結の後に来る永遠、平和は空虚な理念ではなく、全身的に解決されて目標に絶えず接近していく、課題であると締めくくっている。 なお、本書の末尾、第2章の第三確定条項を説明する下りで、カントは海洋進出した欧州諸国のアメリカ、アフリカ、アジアにおける侵略、三奪的姿勢を批判しつつ、中国と日本の鎖国政策を懸命な措置として言及している。ありがとうございます。